えー、日本政府新型接触確認アプリ開発に73億円投入が問題になってますがルクさんの指令に発注したらいくらくらいい開発でできそうですかいやすごいですよね73億円のアプリって10億の単位のアプリって。 多分日本でもなんですよね、まあ、ドラクエとかになると70億ぐらいいくかもしれないですけどでもドラクエスクエニぐらいじゃないですかねそのなんか50億を超えるようなアプリって相当でかいアプリなんで、まあ、どんなアプリか分かんないですけど多分日本中の人が熱狂するようなものすごく面白いアプリが作られるんじゃないかなと思いますはいあの大体世の中に出回ってるシャゲとかって1億円ぐらいで作られてるので、まあ、そういう意味でいくとあのその73倍ぐらい面白いものを あの作って知らないですか知らないですけど、はい。明らかにぼったくられてますよね。な <laughs> んでそんな金額になったのかがちょっと知りたいですよね。はい